はい。よろしくお願いします、えー。今回は小学校3年生の算数、長さの足し算引き算やっていきましょう。で、今回問題6問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画をポチッと止めてね、やってみてください。で、パッと見て難しそうだなとかね、わかんないのがあるなっていう方は、今から全部説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、ポイントから始めていきましょう。 で、今回タイトルにあるように長さが主役です。で、前回のね、動画でこのキロメートルが初登場しました。で、そのキロメートルとかを使った足し算とか引き算をやっていくんですが、その時に大事なポイントがこれ。単位を揃えようっていう。この単位を揃えるっていう考え方は算数をやっていく中ですっごく大事になります。例えばね、みんな、じゃあ、2メートルって長さがあります。 たす、30センチっていう長さが出てきました。あおえ。でね、算数ってどうしても数字が主役になりやすいよね。だって2っていう数を使うしさ、30って数を使っていくじゃんか。だから、2と30だけを見て、お年存じゃん、OK!32!、OK、みたいな。で、タイトルメートル、まあこっちかな。メートルみたいな。これ絶対ダメでしょ。これは丸もらえないよね。 だって2メートルっていうのはみんなの身長よりかなり大きいね。まあ、俺が180センチだから、俺よりちょっとでかいぐらいなんだけど、それと30センチでまあみんなと手を広げて、まあこのぐらいよ。それを足し算できないよね。この2と30って数字は。なぜかって単位が揃ってないから。ここ。だから単位が揃わないと足し算引き算はできないんだよって。これは長さだけじゃないです。この後重さとかのね、話もあとみんな勉強はしていくんだけど、そういったところにも通じていくから、 足し算引き算するとき、まあ計算するときだね。単位が揃ってるのかなっていうのは気をつけるようにしていってください。で、ちなみに長さ、ね、揃えましたんで行きましょう。大きい単位、前回ね、キロメートル登場しました。次に、えっ、ー、と、大きい単位は何かっていうと、メートルです。で、センチメートルが来て、一番ちっちゃいのが、これが2個入るミリメートルと。 みんなが算数で勉強していく中ではこれです。長さの単位は大きいのはキロメートルね。メートル、センチメートル、ミリメートルとなります。で、ここでぜひ覚えてほしいのが、さあみんな復習です。前回やったぜ。キロメートルをメートルに直す。つまり1キロメートルって何メートルだっけっていうの。これは1000だよね。つまりかける1000をします。1000メートルになるときね。1キロメートルは1000メートルになりますと。 じゃあ次です。1メートルは、はい、何センチでしたっけ ?1 メートル。1メートルは100センチです。だから100をかけるんだよね。で、センチメートル。まあ今回あんま出てこないんだけど、センチメートルをミリメートルに直すとき、センチは、10ミリメートルです。10ミリが1センチ。もうちっちゃいけどね。10ミリが1センチと一緒だから。まあもし定規持ってたら見てみてください。 で、この直し方の数字もね、ぜひ覚えておいてね、ぜずーっと使っていくから、これに関しては。では、行きましょう。で、実際、計算に関してはそんなに難しくないです。なぜかっていうと、これ、1km、500m と 300m を足してほしい。さっきも言ったけど、単位が揃ってればいいんだよね。で、見るとさ、ここ、メートルで揃ってるじゃないですか。ってことは、 この500メートルと300メートルは足し算ができるんだよね。くっつけられる。で、1キロメートルは1人でいるから、まあ書いといてあげよう。1キロメートルって。で、500たす300すると800になるから、あ、足し算800にしよう。で、メートルって書けばもうこれで終了なんです。これだけなの。だから単位揃ってるところでやったらいいよっていう。でもね、今回下に4問問題があるんですが、なんと引き算が3問あります。 で、なんで引き算が多くなってるかっていうと、やっぱそっちが、えっ、ー、と、間違いやすい。だよね。で、まずこれです。1km-600m です。で、これは単位が揃っていません。だから揃えに行きます。で、基本的には、え、大きい単位のものを小さくしていきます。つまり、メートルをキロメートルにすることもできます。まだみんな習ってないんだけど、この後の勉強続けていくとできるようになるんです。でもね、キロメートルを メートルに直した方がやりやすい。まあ、どっちもできるんだけどね。やりやすい。で、1キロメートルをメートルに直すと、さっきやったね。1キロは1000メートルです。つまり、こいつ1000メートルなのちょっと一回消しちゃうよ。1000メートル。だから、1000メートル引く600メートルにすることによって単位が揃ったぜと。あ、引き算できるじゃん。1000引く600は、はい、400だよね。だから、 400。で、単位は今メートルで計算をしたからメートルが答えにつくよと。こんな感じでやっていきます。で、3番はちょっと2個やり方紹介します。まあ似てるんだけどね。で、これは 3km200m-700 なんだよ。で、さっきみたいにメートル揃ってるからさ、あできそうじゃんって思うんだけど、ここね、200-700ができないのよ。足らなくてこっちが。 だから、それをちょっと変えていきます。で、やり方1。ちょっと1、丸1書きますね。こっち。これは、3km、200m をメー全部メートルに直します。全部。で、どう直すかっていうと、3km は3000だよね。1km が1000。じゃあは 2,、2km は2000。3km は3000。だから、これ 3000m なんで、全部直すと、3200m になります。直すとね。 で、引く、こっち、700メートルになると、ほら、単位揃ったでしょだから3200引く700をすると、ちょっと大きいね、計算になっちゃうけど、暗算しちゃうね。2500ってことがわかるので、はい、答え、2500メートル。って書いても、俺は丸をあげます。でもね、これ、ね、ちょっと気をつけなきゃいけなくて、これ、 2500メートルは、ほにゃららキロ。つまり、2500って、ちょっとちっちゃくてごめん。2000メートルと500メートルをくっつけたものだよね。2000足す500だから。で、2000メートルっていうのは、2キロと同じだよね。さっきやったように。だから、これ書き直すとさ、このタイプよ。3キロメートル、200メートルみたいに書きたいので、2キロメートル、 500メートルって書くことができるのね。で、昔、あの、塾の先生やってた時にね、これで書かないとダメですって言って、これ三角をもらってきたことがあります。うちの生徒で。だから、ちょっとこれはね、みんなの学校の先生にちょっと合わせなきゃいけないから難しいとこなんだけど、一応まあ、計算としてはこういう風にできる。全部をメートルに直して計算して、で、こっちに直しなさいって、もし先生が言ったら、こっちに直してください。ちょ、っと答え2個書いとくね。今回は。いいかな。 で、もう一個のやり方いきますじゃあもう一個は色変えちゃおうかな黒にしておくかさっ2番のやり方ですでこれは何をやるかっていうとさっき全部直したんですが今ね何が困ったかっていうとえ200から700引けないじゃんっていうことで困ったんですじゃあここからよいしょ 1km だけ上げるよ渡してあげるよってしてあげます で、1キロっていうのは、今日ずーっとやってるけど、1000メートルと一緒なんだよね。だから、1キロメートルどうぞってしてあげると、3キロだったのは2キロに減るよね。1渡しちゃったから。で、こっちは、1000もらったんで、1200って書き方ができます。ちょっと変な書き方だけどね。2キロメートル、1200メートルって。で、これを、700を引こうと思ったら、 1200-700が今回できるんだよね。できるようになった。だから、1200から700を引くと、500になります。500ね。つまり、2km は残っていて、500m が、ここの引き算で出てくるので、ほら、答え一緒になるでしょ。っていう感じで、全部直す方が、ま、こっちの方がやりやすい気がするんだけど、例えば、1km だけ、よいしょ、あ、どうぞって渡してあげて計算するのはも,もちろん、OK。 になりますんで、こんな感じでやってみてください。下入ってるあぎ入ってる。で、一個またこれ付け足して話しておくとえ、今回計算でね、こういう書き方をしました。2km、1200m って。ただ、何かの計算をした時に、答えでこれを書いたら、これは絶対ツになります。なぜなら、1000m は 1km って、こっちに渡すことができますよね。だから 3km、200m みたいな感じで書かなきゃいけないです。これはダメ。いいかな だからこの2キロってあるのに1200の中にほら1キロ入ってるじゃん。それはちゃんと渡してねっていうふうに。それは覚えておいてください。さあ、最後鬼マークです。え三、ー、5 3 2ンチです。ここ気をつけてね。センチだから今回はここがまた単位ずれてるね。センチとメートルじゃあどうするかっていうと、えー、トルをセンチに直します。大きい単位からちっちゃい方に直した方がやりやすい。これもあの、2つやり方あるんだけどね。じゃあ一応、こっちを。 直していくと、センチメートルにしたいので、3メートルは、1メートルが100センチです。じゃあ、2メートルは200センチ、3メートルは300センチ。ということで、300になります。だから、532からセンチメートル単位揃ったので、532-300をすると、232となって、今、センチメートルで計算をしたから、センチメートルと、 これで終了となります。いいかなで、これはですね、実はメートルに直してやることもできます。まあ、こっちの方が多分簡単だと思うんだけど、じゃあもう一個のやり方だけ説明して終わります。どうやるかっていうと、532っていうのは、500センチと32センチをくっつけたものですよね。500と32って。で、500センチっていうのは、 100センチが1メートルだから、500センチは5メートルと一緒になります。つまり、5メートル32センチと書き直すことができます。この子。500の分だけ5メートルにできるからね。そっから3メートル引けばいいので、こっちが単位が揃ってるんですね。メートル同士で。つまり、 5メートル引く3メートルをすればいいから、5引く3で2メートルで32センチなんで32センチと、こういう風うに計算することもできます。で、ちなみに、ここの答えなんですが、まあこれで大丈夫だと思うんだけど、もしね、こっちと同じです。直しなさいという先生だったら、232っていうのは200、200センチ、2メートルが入っているので、 これも2メートルと32センチ。まあ下で出てきた答えと一緒だね。こうやって書くこともできます。こっちで書きなさいという先生だったらこっちに合わせてください。いいかなまあこんな感じで長さの足し算引き算ぜひやってもらえたらと思います。ということで今回はね、こちらの内容やっていきました。で、次回が、ちょっと待ってね。 あ、そう、次回がね、道のりと距離っていうのがあります。で、皆さん、これ、道のりと距離の違いっていうのは、ね、意外と、あのね、混ざっちゃって分かんなくなっちゃうので、その部分、次回の動画でやっていきますので、よかったら、そちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。